アロマークで初代 DJW 認定タッグチャンピオンに君臨、元祖稲妻こと木村健吾様によるタッグマッチ宣言でございます。宣言。これより行われる挑戦者、上谷秀吉、羽場亮太、大井王者、関本大輔、岡林雄二、この試合は試合を BJW 認定タッグ選手権試合であることを認め、ここに宣言する。2015年12月30日、大日本プロレス、大学木村健吾。
さんをクラスしていきましょう。最強の2人から取ったわけなんで、この価値は本当もう下げるわけにはいかないんで、これからはね、今まではもう負けるのを恐れずにやってきたけど、これからはもう絶対負けないチームにならなきゃいけないと思うし、タグの横綱になったんで、はい、な、努力するから報われるんじゃなくて、はい、俺ら報われるまで努力する、はい、ね、タグチームですから、はい、そして、いや、本当によかったね、はい、声援を応援してくれたお客さんも報われるようなタクチームになりたいですね。そうですね、まあ、僕はもう上谷と一緒に、はい、ビッグな体でビッグジャパンプロレス盛り上げていきますよ。